沖縄で相次ぐアメリカ軍機による事故やラブルを受けて、沖縄県内の平和団体がアメリカ軍司令部がある基地の前で義集会を開き、飛行訓練の中止や基地の鎖を訴えました。この抗議集会は、沖縄、アメリカ軍司令部があるキャンプ、ケーラン、前で行われ、沖縄県内で活動する、和団のメンバーなどが主催者発表でを、総200人参加しました。参加者たは、飛行訓練をやめろとか、アメリカ、機、撤退などと声を上げながら基地の、を、すすしました。そして沖縄平和運動セッターの福本勇司、議長が、アメリカ軍は、気勝手やってい、私たちが声を上げ、どうして日本政府、訴えていきましょう。呼びかけました。また先月、アメリカ軍、ヘリコプターに付けられている装置、か、あが見つかったムベノワン氏の保育園の、長、参加し、今の沖縄は異常事態です。アメリカ軍機の飛行訓練中止と普天間基地の閉鎖を訴え続けましょうと呼びかけ、いました。集会に参加したうるま市、7歳の男性は、アメリカ軍は沖縄県民、命を軽視しているとしか思えません。沖に基地がある限り平和な場所にはならいいので早く基地がなくなってほしいです、と話していました。